予選でした。腕組みをして見つめるストイコビッチ監督。ストイコビッチ監督の息子さんマルコ君ですね。今日フランスから来日したそうですけれども、マルコ君のスタンドで見つめます。グランパスがボールをキープ。マスカーです。左に振って阿部、今は左サイドに小川が入っています。そうですね、はい、そこで玉田、あと力あります。ここから折り返してゾーナー入った。先制は名古屋、小川です。マイナスのグラウンダーのクロス、うまく合わせました。小川前半の13分、先制したのは名古屋グランパス。綺麗に合わせましたね。そうですね、何回があったんですよ、ここですよね、はい、右サイドの、裏ですよね、はい、ここが少しちょっと空いてしまっているところを玉田が何回か使ってましたけど、はい、そこを使われましたね。小川の先制ゴール、1対0、名古屋グランパス1点のリード。やんない方がいいと思いますけどね、はいはい、栗原、ここは投げにファール。攻撃を急ぐボッティですが、これはそのままプレーオン。いや、こういうと下げた方がいいです。はい、これはマギヌ速攻です。中央に詰めるのはマギ、そして杉本の狙いの中にいるファーサイドは小川、胸で落としてボレーシュートはどうだ、入った。小川のボレーシュート、勝ち越しシュート、2対1、名古屋が1点リード。アディショナルタイムで決められました。これもホームのフリーキックのミスからです。悔しがるキムナミル。アディショナルタイムもうほとんど時間はないと思います。ご覧のようなままの表情。フリーキックを急いだボッティのキックが相手に当たって、そこからの攻撃でしたよね。あっという間でした。ところから決まっていれば小笠原の銅像でも建てたのにというようなコメントを残したことがあります。中村さん、それ以来そのロングシュート、ロングシュートを打つことを銅像シュートというようになりました、はい、いつ銅像がこの鹿島サッカースタジアムの、ね、近くに立つのか、それも楽しみですけれども、彼はですね、やっぱね、常にゴールキーパー見てますよね、そのポジションっていうのを。そうですよね、視野が広いです。さあ、ここは名古屋グランパスのチャンスになります。ボールをセットしたのは玉田圭司。玉田も正確かつ強烈な左足を持っている。玉田、柔らかいボール正面だと、吉田選手決めましたね。今同点に追いついた名古屋、いやー、見事なセットプレー、そしていい時間帯に名古屋追いついています。今一瞬止まりましたね、全体的に。そうですよね、一瞬ぐっと集中力かけましたね。この鹿島サッカースタジアム全体が今一瞬止まりましたよね。いやー、うまく合わせていきました。吉田は川本さんがやや不安があるとすると、その最終ラインなんだという話をしましたけれども、失点の時もですね、はい、ファール気味ですけども、常にこうプレッシャーいってますからね。阿部が上がってきている。阿部外を回っていくのは小川。阿部がまだキープする。ここは増田です。増田、近し今もうちょっとコントロール大きくなったらすぐもうボールを奪いに来てしまいますからね。さあ、玉田 PK。 いやー、岩井いい抜き方しましたね。大岩のファールです。いやー、これは玉田持ち味が出ました。あそこは思わず足が出てしまうんですよね。リプレイです。完全に抜け出していました、玉田圭司。止めてからこう、そのタッチが早いですよね、さあ、キッカーはここまで今シーズン9ゴールを挙げています、フローデ4戦。
昨シーズンは26試合に出場しまして13ゴールを挙げました。フローデ・ヨンセン、このペナルティキックは、まあ、彼 も, 何本何十本も蹴ってると思いますけど、相当プレッシャーかかりますね。目の前には名古屋グランパスのサポーターが待ち構えています。さあ4戦だ、止めたか、いや決まった、曽我畑触ったんですがゴールラインを越えた、グランパス逆転。いやー、曽我畑これは悔しいでしょう。完全に読んでましたけどね、いやー、さあここ鹿島サッカースタジアムで93年から勝ち点1すら得ていない名古屋グランパス、ここでリードを奪いました。ピッチ解説の本田さん、はい、曽我畑触ったんですけどね。さあしかしこれは相手陣内深いところからのスローインです。さあここ曽我畑、さあ相手の間を抜けるパス、ね、さあシュートリンカー、決まった、玉田が決めました。同点ゴールは玉田。前半23分、ホームのグランパス同点に追いつきました。玉田は今年3ゴール目です。玉田決めましたね。いやでも今のは小川選手ですよね。このアイデアすごいですよね、はい、そう、相手ディフェンダーの間抜けるパス、そして玉田が合わせてゴール。いや、サポーターもこのゴールを待っていました。いや、玉田もこれはクリアしていきます。さあ岡崎が胸で落としたボール、ここはラインを割っていきます。グランパスボール。小原さん、はい、先ほどストイコビッチ監督なんですが、はい、後半が始まる前に玉田に絶対もう1点取られるからお前がもう1点取れというふうに言っていたということです。もう1点取られる、そういった覚悟はあったということなんですかね。そうなんですね、珍しいですね、監督が、失点をするなというのは分かるんですけどね、取られるから取ってこいと、はい、さあ阿部からクロスが入った、ファーサイド西部落としている、シュートヘディング、決まった、マギヌ取り返しました。マギヌンのシュートでグランパスが同点。いやー、2対2です。後半4分、グランパス取り返しました。いやー、そのストイコビッチ監督のね、1点取られるから取ってこい、そうですね、そういった展開になりましたね。はい、でも今のマギヌ選手はあそこ狙ってたんですかね。落ち着いてましたね、見事なヘディングシュート、マギヌです。マルコス・パウロか、ヨンセンが奪って前を向く、エリア近づいてくる、マギヌ、同点ゴールのマギヌ。あ、これは名古屋ボールでフリーキック、強度はちょっと分かりませんというようなジェスチャー。これはゴールの正面、ポジション的にはいいところですね。そうですね、まあ、ちょっと若干距離があるかなと。さあセットプレー、チャンスを迎えます名古屋グランパス。名古屋は2対2から勝ち越しのチャンス、壁を作ります。さあキッカーはこれは誰になるんでしょうか。玉田選手と増川選手がいますけどね。玉田がいった、直接いったか、決まった、スーパーキック玉田。いやー、玉田今日2ゴール、すごいですね、いいシュートでしたね今。いや、今のは驚きました。直接狙っていきましたね。コースですよね。ゴールの右端、いいところを狙っていきました。やっぱりね、久しぶりに点取ると乗りますよね。いや、今日2得点、もうストイコビッチの監督の言った通りですよね。そうですね、ここを前でプレッシャーをかけていった橋本秀夫です。
10分が過ぎました。ここまでの両チームの戦いぶり、本並さん、もう一度印象を聞かせてください。やっぱり前からの、ここはマギヌンがボールを取った。マギヌン逆サイドフリーヘディング、先制ゴールは名古屋。左サイドを突かれたガンバ、先制ゴールは名古屋グランパス。首位のグランパスが先制ゴールを挙げました。前半立ち上がりの10分、早い時間帯にガンバまたもや失点、ここの対応ですね。ちょっと簡単でしたよね、はい、これはっきりと潰さないといけないですよね、はい、ここまで持ってこられると振られてますから、もうフリーですね。小川のゴールが決まりました、ここはもうファールでもいいから一度止めないと。この辺り